小沢院は東京都世田谷区にあった診療所。遅くとも1932年までには竣工していたと推定される歴史的な建造物が残されている。敷地内の洋館には診療施設に加えて住居が併設されていることから洋館を小沢院い県住宅と呼ぶこともある。また洋館は片、ひと庵との異名で呼ばれることもある。さは、い。 ひとしといった文字は、常用漢字表に収録されていないことから、小沢委員、小沢委員、小沢委員県住宅、小沢委員県住宅、片材案とも表記される。なお、同じ敷地内に隣接して、小沢市会員が所在していた。敷地内の洋館は、六屋根を持つ二階建ての木造建築であり、屋上に設けられた棟屋や、側面のベーウィンドウなどにより、 凹凸のある特徴的な外観を呈している。リシ心カキ落とし仕上げ、スペイン瓦、丸マ窓など、スパニッシュ様式の特徴を備えているが、スクラッチタイル、アールデコ調の文様のある格子など、アールデコの建築様式の特徴も兼ね備えている。さらには、幾何学的造形が施行されていた、創建当時の流行や、ライト風建築の影響も見受けられ、対象から、 昭和初期にかけて流行していた多様なスタイルや仕様が混然一体となっている。個々のスタイルや仕様については他の建築物でも確認できるが、このように多様なスタイルや仕様をすべて合わせ持った建築物は貴重とされている。これらの重要性を鑑みて、世田谷区教育委員会事務局では、この洋館を世田谷区指定文化財の候補として位置づけている。 小沢委員の航空写真解説者の小沢明は、1898年に生まれ、日本医科大学医学部を卒業し医師となった。医師として活動する傍ら、三等工業の取締役など会社役員も務めていた。省の父である、小沢光明も医師であり、日露戦争に軍医として出生した後、真の国流交渉ハルビン氏で開業医として活躍した。光つは、 大正年間に日本に帰国し、東京府江原郡世田谷町に居住した。小沢家は近隣の豪徳寺の段家であり、小沢邸に豪徳寺の僧侶を下宿させるなど密接な関連があった。このような経緯もあり、章が医師として開業するにあたって豪徳寺の所有地を借りて、小沢委員の診療施設を建設することになった。章は内科、小児科に加えて、 下科も手掛けており、北多摩郡府中町あたりにまで往診した。太平洋戦争が始まると、小沢委員は救護所に指定された。また、小沢委員の敷地内には、防空壕が2つあったことから、アメリカ合衆国による空襲の際には、近隣住民もこの号に避難していた。終戦直後は、自宅を失った戦災者らが、病棟に一時居住していた。 省は1966年に亡くなったため、小沢委員は廃業することになった。なお、省の長男である、小沢明先も新州大学医学部を卒業して、医師になったが、大学病院の勤務医を務めており、小沢委員は継がなかった。省の次男は、司会士となったが、小沢委員と同じ敷地内の別棟にて、小沢司会員を開業していた。そのため、章の没後、 小沢委員の建造物は診療施設としては使用されず、省の逸藤の事務所などとして使用されることになった。敷地内の洋館には診療施設に加えて住居が併設されており、建築物としての観点からこの洋館を、小沢委員兼県住宅と呼ぶことがある。なお、英語表記については、ホスピタル、レジデンス小沢と表記している事例が見受けられる。また、洋館は、法碑都市があるいは、 カタサイアンとの異名で呼ばれることもある。小沢委員県住宅は、6屋根を持つ2階建ての洋館であり、屋上に見える塔屋や、張り出したベイウィンドウなど、凹凸のある構成が特徴的である。1階の窓台から、上の外壁にはリシンかき落とし仕上げが施されると、ともに、その上には、 緑色の釉薬用瓦が載せられており、内玄関の側面には丸窓が見られるなど、スパニッシュ様式の特徴を備えている。なお、スパニッシュ様式の建築では、半円アーチの開口部が設けられることが多いが、小沢委員県住宅の車寄せには、先頭アーチが用いられており、珍しい点の一つとして挙げられる。一方で、車寄せの台座には、スクラッチタイルが用いられ、 アールデコ町の文様が施された格子が見受けられるなど、アールデコの建築様式の特徴も兼ね備えている。なお、アールデコの建築は、鉄筋コンクリート構造であることが一般的だが、小沢委員建住宅は、非構造が採用されていることも珍しい点の一つとして挙げられる。さらに、2階には三角中状の張り出した窓が見られるが、これらは、 幾何学的造形が施行されていた創建当時の流行を取り入れていると考えられる。また、それとは別に、2階には連続する外開き窓も見受けられるが、これはライト風建築の影響を受けていると考えられる。このように、小沢委員県住宅においては、大正年間から昭和初期にかけて流行していた多様なスタイルや仕様が、混然一体となっている。 個々のスタイルや仕様については、近隣の他の建築物においても確認できる。例えば、小沢委員県住宅が立地する東京都、世田谷区においては、スパニッシュ様式を用いた、軽屋住宅や志村家住宅、アールデコの建築様式を用いた高雲館、フランクロイドライト本人が設計し連続する、外開き窓が採用された電通発生園、といった建築物が現存している。 しかし、小沢委員県住宅のように、これら多様なスタイルや仕様のすべてを同時に合わせ持った建築物は貴重とされている。保存状態も良好である。後から増築した病棟は1956年頃に取り壊されたが、小沢委員県住宅はそのまま残されている。外壁は部分的な改修根があるものの、ほぼ総建地のままである。 屋根は雨漏り発生のため勾配屋根をかけたものの、パラペット内に収まっている。そのため、小沢委員県住宅の外観については、創建当時の面向きをほぼそのままに伝えている。一方、屋内については、住居として用いられた部分を中心に、水回りなどの改修が見られるが、それ以外の部屋には創建当時の状態が良く、残されている。さらに、創建当時の家具や、 医療用具なども残されており、全体として、総研事の様式、衣装や雰囲気、趣がよく残されている。こうした点が評価され、世田谷区教育委員会事務局では、世田谷区指定文化財の候補の一つとして、リストアップしており、他の候補とともに、小沢委員県住宅を、登録、指定文化財候補一覧に掲載し、世田谷区文化財保護審議会に提示している。 残されている小沢委員新築工事設計図の青図には設計者の氏名が記載されておらず、現在では誰が設計者だったのか不明である。一方、1932年7月21日に作成されたとみられる小沢委員室内備品配置設計図には家具装飾図案設計部位赤工事とのゴム印が押されていることから、設備設計者は 伊勢彦寺と推定されている。建築年については、諸説あり、1985年度に実施された、世田谷区教育委員会による近代建築士会調査においては、1932年から1936年の間と推定していた。しかし、2011年から2012年にかけての昭和女子大学による調査において、 警視庁警視総監の藤沼昌平が1932年9月27日に発行した病室並み自動車クラ設置許可書が確認されている。病棟や車庫を建設した際の許可書とみられるが、この病棟は小沢委員県住宅が完成した後で増築したとされている。さらに、創建当時の図面にはいずれも病棟の記載がなく、なおかつ病棟と車庫のみを記した。 小沢病院増築建物図の青図が別に残されていた。これらを根拠として調査に当たった建築学者の堀内正明は、小沢委員県住宅は1932年までに建てられたと推定している。創建当時より、小沢委員の診療施設及び、小沢家の住居として使用されてきた。しかし、院長の小沢明が1966年に亡くなると、 それ以降は診療施設としては使用されなくなった。後に、小沢家の生活の本拠も別途に移されたため、住居としても使用されなくなった。その後は、省の逸つの事務所などとして活用されてきた。歴史的な面影を残す洋館であるため、近年は撮影などで利用されることも多い。ただし、建物を保護する観点から、重い機材やセットの設置や搬入は禁止されている。また、 撮影時に出入りする人数についても制限がかけられており、撮影専用に建てられたハウススタジオに比べ、比較的厳しい制約が課せられている。小沢委員県住宅で撮影した経験を持つ主な人物としては、SKE48 の北川綾ともえ、乃木坂46の星野美奈美と、堀美女などが挙げられる。ありがとうございます。